はい。というわけで、今日は、鳥海山に来ています。てっきり鳥海山って秋田県だと思ってたんですけども、実は山形と秋田県の両方をまたいでる山だったんですよね。今日は、鳥海山をバックカントリースノボで滑ってたんですけども、今日滑った場所は秋田県側です。そして、今日一緒に滑った仲間たちが太平山荘っていうところに泊まってるんですけども、今日はみんなはここで宿泊なんですけども、私はすぐ横で車中泊させていただけることになったので、お風呂だけ入らせていただきたいと思います。お風呂、雪解け水100%天然水。いいお湯でした。今日滑ってた場所からすぐのところなんですけど、ここは山形県側です。で、鳥海山のブルーラインは夕方5時に閉鎖されるんですよね。で、閉鎖されるってことは分かってたんですけど、うっかり食材を買ってくるのを忘れまして、今晩と明日の朝の朝食がありません。あと明日のお昼ご飯っていうか、もう行動食ですね。で、わあ、しまったと思ったんですけども、よく考えてみたら、昨日食べ損ねたうどん、稲庭うどんがあることを思い出しました。なので、今日は稲庭うどんを今から作って食べようと思います。明日の朝食なんですけど、太平山荘に売店があって、山形の芋煮っていうやつが売られてたんですね。なので、こちらを明日の朝食でいただきたいと思います。で、明日のお昼ご飯なんですけども、まあ行動食で、まあこの車非常食とか結構いっぱい積んでるので、見たらちょうどいい行動食があったので、明日のお昼までなんとかなりそうです。山菜をトッピングして食べるんですけど、で、これだけでは寂しいじゃないですか。昨日ね、もう一つ実は買い
買ってたものがあって、それがこちら、いぶりがっこチーズディップ。これ買ってたんですけどね、ちょっとすっかり忘れてて、ほら、まあクラッカーに乗せるとか、ゆで卵とか揚げ物などにトッピング使うといいみたいなんですけども、まあそういうものは全然ないんですが、家から実は人参とキャベツとさつまいも持ってきてたんですよね。なのでこちらをこれにつけて食べちゃおうかなと思います。あと昨日買ったごぼうと舞茸と、あとセリはもうほとんど使っちゃったんだけど、ちょっとだけ残ってるので、こちらもおうどんに入れて食べようかなと思います。で、今日はまあ残念ながらちょっとお肉がないんだけど、ね、麦お肉ないけど、まあちょっとこのさつまいもでも湯がいて食べてもらおうかなと思います。ごめんよ。まああとうどんもあるしね、うどんとさつまいもと、まあ食べないかもしれないけど人参食べよっかね。ね、よし、じゃあ作ろっか。じゃあまずは野菜を湯がいていきたいと思います。ブリガッコのチーズ、こんな感じ、めっちゃ美味しそう。チーズディップ用のサラダができました。美味しそう。で、この茹で汁をもったいないので、もそのままうどんにも使いたいと思います。これは3分半から4分半透明になるまで茹でるということですね。作りつつ野菜もちょっと湯がきます。よっ、飛んじゃった。ちょっとちょうだい、それ取って、ちょうだい、無理、取って取って、ちょうだい、ちょうだい、それちょうだい。ちょうだい、ちょうだい、取って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 くれなかった。いつもだったら取ってくれるんですけど、取ってくれませんでした。もういいや、とりあえず置いとこう。ちょっとこれ量が多くて、一回開けちゃうとちょっと全部使い切らなきゃいけなさそうなんで、ちょっと今日はこれやめときたいと思います。ぐらいかな。うん、ちょうどいい。おー、いい感じにできた。はい、うどん完成しました。すごい美味しそう。具はまあ具沢山ではないけど、すごい美味しそうです。麦さんのうどんもこちらと、不要ですね。これ、まあ多分人参、麦食べないんで、まあ、さつまいもをあげたいと思います。うどんが一気になっちゃうんですけど、あげたいと思います。はい、お待たせ。どうぞ。うどんから行くか。おー、うどんから行った。さつまいもよりうどんから行きましたよ。おー。あ、途中でさつまいも行きました。落ちる落ちる。大丈夫か。あ、落ちた。先に食べてそっち、うん、はい、はい、どうぞ。麺は好きだな。ね、麺好きだね。あ、ちょっとひっついちゃった。食べれる？
もうちょっとね、少し。はい、完食しました。あともうさつまいもしかないけどね、麦さんごめんね。じゃあ私もいただきますか。で、今日のお酒は昨日飲まなかった最後の一本、こちら純米酒福小町、こちらをいただきたいと思います。ではまず味見からいただきます。あー、これも飲みやすくて美味しい。じゃあちょっと私もうどんいただいてみます。いただきます。うん、うん、美味しい。このスープが美味しいわ。うん、うん、美味しい。はい、じゃあ麦さんの第2弾。はい、どうぞ。何です。落ちないようにちゃんと今度は向こう向いて食べてます。うん、はあ、じゃあ私もいぶりかっこいただいてみようかな。おいしい。なんだろう、いぶりかっこって。大根、砂糖、米ぬか、食塩、醸造酢、還元水飴とか、そういうのが入ってるんだ。へえ、めっちゃおいしいです。これこれはね、ちょっと塩分高めなので麦にはあげられない。キャベツ、うん、うん、おいしい。次、さつまいも。うん、うん、これ結構合いますね。うん、そして日本酒。うん、あー、合う。食べたかったな。もう次回こそは山ご飯作って食べたいな。はい、麦さんのさつまいも。はい、どうぞ。なんかもうあんまり欲しくなさそげ。よし、もう麦さんこれで終わりだね。では私が全部いただきます。酒のあてに合う、これ。はぁ、あ、完食。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。あとは野菜がちょっと残ってるんですけど、こちらまたちびちびいただきながら、パソコンしようかな。ね、今日撮ったデータを移したりとかしながら食べたいと思います。ということで、もう一度座って。座って。はい、ではまた明日バイバイしよっか。じゃあさよなら。はい、バイバーイ。もう一回こっちもバイバーイ。はーい、さよなら、おやすみなさーい。